桜の開花が進み、県内はいよいよ本格的な花見シーズンを迎えます。観光地では受け入れの準備を進めています。金沢市の兼六園、新型コロナウイルスの感染拡大前と比べると少ないものの、桜を背景に写真を撮る観光客の姿が多く見られました。明日からは兼六園と金沢城公園で無料開園と夜間のライトアップが始まります。本格的な花見シーズンに合わせ、飲食店はどのような準備をしているのでしょうか。例年よりはまあ人は少ないと思いますけども、まあ、少しはお客さんね、花見やっぱり、ね、去年も来れなかったので、まあ、少しは来るかなと思って、まあ、団子はそれなりにはちょっと団子は、ご準備はしてますけども、まあ、ちょっと明日になってみないとちょっと分かんないですね。来てもらわないことにはうちらもちょっとね、さすがもうしんどいんで、はい、去年が結構本当コロナの影響でひどかったんで、まあ、それも考えつつまあ、多めには準備してますけど、その日のうち準備できるものはもうその日にやるようにしてますね。なんか去年みたいにあんまり頼みすぎても余ったりしちゃうんで、その様子見ながら、まあ、明日から無料開放始まるんで、明日一日ちょっと様子見てって感じですかね。新型コロナ対策として、兼六園と兼六園そばの茶店通りでは無料開園の期間中、屋外での飲食が禁止されています。茶店通りでお土産店と食堂を営む店主からは悲痛な声も上がりました。どれだけお客さんが来て、どれだけはばけるのかも分かんないし、どう準備していいか迷ってます。食べれないのが何しろ、今みたいに前に座って食べれないからね。だからもうほとんど例年とは違う花火になっちゃうんじゃないかな。流せる涙もなくなってきました、はい、こうした中、政府は GoTo トラベルに代わる観光支援策として、感染状況が落ち着いている都道府県に限り、県内での旅行に対し1人1泊最大5,000円、食事や買い物などに最大2,000円補助することを明らかにしました。感染状況がステージ2以下で独自の観光支援策を行っている自治体が対象で、準備が整ったところから事業が始まる見込みです。いいんじゃないですか、うん、いいと思います。経済あっての、ね、社会やから、感染あっての社会じゃないしね、うん、やっぱり今東京とか都市部は感染者数が多いので、それって県内、今落ち着いている県内だけで経済を回すっていうのはすごいいいかなと思います。選択肢としてはありかなと思います。苦境に立つ観光業界、花見シーズンも試行錯誤が続きます。